サウジアラビアのキング・アブドゥル・アジーズ国際空港でフィリピン旅券に押された出入国商員。日付がヒジュラ歴で表記されている。福岡空港で対応国旅券に押された上陸許可商員と出国商員。上陸許可商員はステッカー式で QR コードが付されている。出入国商員は出入国管理を目的に 旅券の査証欄に押されるる印である出入国スタンプとも呼ばれる出入国証印は出国証印と入国証印の総称で、さらに入国証印は日本においては、外国人については上陸許可証印日本人については帰国証印に分類される。出入国証印は、旅行者がその国に入国したり出国したりする際に、出入国管理当局によって、 旅券を確認し、旅券に証印を押す。オーストラリア、カナダ、アメリカ、ニュージーランド、アイルランド、イギリス、韓国などの国では、出国証印を省略することがある。出入国証印は、ゴム印により押される国が多い。証印には、応印日のほか、入国証印の場合は滞在許可期間を付記するほか、入国管理上必要とする事項を併記することがある。 ゴム印の形状やインクの色が管理上特定の意味を有する場合もある。また、日本の上陸許可商員のように、ステッカー式を採用している場合もある。イスラエル、香港、マカオ、韓国では、レシート上の紙に印字されたものが渡され、パスポートへの貼り付けもされない。紛失した場合でも出入国管理局で再発行の必要はなく、 出国時に提出しなくても出国手続きに問題はないが念のため滞在期間中は保管しておくことが推奨される。また、自動化ゲートを利用した場合、出入国証印は応印されない。日本においては、外国人の場合は出入国管理及び難民。認定法施行規則第27条第4項。日本人の場合は出入国管理及び難民。 認定法施行規則第53条第1項、出入国管理及び難民認定法第9条第1項、出入国管理及び難民認定法施行規則第54条第1項。ありがとうございます。